最強の使徒エルタロスが次元の狭間に封印されてから、女神と人間は協力し、再び平和を築き上げた。三年後。戦争の傷跡は徐々に癒え、使命のために集結した女神たちも元いた場所へ戻っていった。やがて残された者たちにも別れの時が訪れようとしていた。そろそろグランシア帝国へ出発するお時間です。ですがまだセーラが。セーラ様がお戻りになったらすぐにご連絡いたします。あまりご心配なさらないでください。あれから3年になりますね。そうですよね。これ以上アレキサンダー様の要請はお断りできません。しばらくここを離れます、レドナスさん。はい、私たちも他の方々の準備が整いましたらすぐに後を追います。お気をつけて。それぞれの故郷に戻りましたし、ゆっくり休んでほしいですね。リオネ様はまた修練の旅に出られました。強いアルブレ様のことが少し気がかりです。シルニスさんが姿を消した後、あてもなく後を追ったようですし、そしてライチョウはいつもお見通しですね。セーラが旅立ってからもう3年が経ちました。修練が長引くこともあります。それは分かっています。ですがこれまで一度も連絡をよこさないのはおかしいです。はい、私もそう信じて待っていますが、不安になるのはしょうがないですよね。
それがいいかもしれません。あの森はいつも心が穏やかになりますから。あら、いついらっしゃったのですか。何かご用ですか。お待ちしております。
運命の時である。知れません。行ってみましょう、隊長。